なあ、もちろんいいよな。キリュウ。認識。なんだ、どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。やつは風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ街の中堂島組で溢れる。俺ら街を出るしかねえぞ。おい、いたぞ、キリュウと錦まで。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。キリュウ、早く行け。錦、わかったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。クゼ、あんた一人か。ああ、組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに
余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ。風間組もおめえも今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東城会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだよ。それさえありゃ男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。言うね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教へ逃げ切る。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろ渋沢は殺し屋に女を出せるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて
連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと？女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キル！錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか？ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キル。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや！ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。お疲れ様です。